マドレッシングかけたら大体うまい。どうも、実況です。皆さん今日はですね、まあいつもですね、見ている方はこちら何かなっていつも思っている方いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、これはですね、まあ日本で、まあ、一番と言っていいほどね、有名な方、野球選手ですね、の世界記録の記念 T シャツなんですけど、今日はなんとですね、その方がまあ今年引退されたんですけど、それでテンションが上がってしまいましてですね、なんとユニフォームを買ってきましたよ。買ってきましたというか注文しました。注文してどうかな、今6月になったから2ヶ月ですかね、予約して買っちゃいました、ユニフォーム。ちょっと早速開けたいと思います。海外からマジェスティック社ってところから来てるんで、ガチンコのレプリカユニフォームですね。おえ、あれこんな色だっけ。あ、なんかちょっと思ったのと違うけど、ちょっと待って、思ったのとちょっと違うんだけど、あれなんか間違えた俺。あ、あれクリーム色、イチローマリナ、うわでもかっこいい、うわテンション上がるな、これを着て配信したいと思います。これをちょっと、ちょっとょ、あれ待てよ、俺はなんでクリーム色なんだ。本当はねこういうやつとか、こういうやつがまあ、あ、まあこれもよく見るかな。クリーム色なんてほとんど見たことがないんです。あ、っていうか、僕はこの白のね、これを頼んだはずなんだけど、なんかやっぱちょっと見間違えたんでしょうね。間違えてこれを買ってしまいました。返品。なんか僕っていつもこうなんですよね。まあでもいいか。ああでもよくねえな。あ、ショック。俺はなんでいつもこうなんだ。いつも何か間違えるんですよ。ものすごい楽しみにしてたんですけど、まあまあ悪、もう全然悪くはないですよ。悪くないんですけど、まあでもまあまあ白いやつが欲しかったんですよ。クリーム色って。なんか僕はいつもこういう人生なのかな。なんかものすごい楽しみにしてただけにちょっとショックです。まあでもまあこれでもいいかな、ね、なかなか持ってないやつっていうことで、逆に、お、あいつなんか違ういい色のやつ持ってんなみたいな、チェケラーみたいなことを言ってくれると思います。ジングルベルですね。Thank you.
ということでですね、まあ、人間毎日やってればね、こういう風にできるようになりますんで、皆さんも勉強頑張ってください。それではまた会いましょう。さよなら。See you. Bye bye.